春に山間部の道沿いで多く見かける常緑性のシダ植物コシダのゼンマイ状の針葉風景を紹介しましょう。コシダはウラジロ科コシダ属の常緑シダ植物です。山間部の雑木林の縁付近で群生して生えています。場所によってはウラジロと混在していることもあります。雑木林の縁付近で春にゼンマイ状の新芽を出します。二分期を繰り返し何段にもなりながら約2メートルまでに成長します。二分期点から服用の針葉を2個出します。茶褐色の新芽はゼンマイ状になっています。斜め上に開きノコギリ状の葉をつけていきます。最終的には前端に2から3個の服葉を出します。道沿いの土手付近での群生です。ふんわりとして盛り上がったような感じで足を踏み入れるとクッションみたいに感じますが、深く踏み入れることになります。しばらくコシダの針葉風景をご覧いただきましょう。かなり成長した段階です。枝分かれが3段のものが多いです。
シダの信用風景をご覧いただきました。以上で終了です。案内はふるさと種子島の結城香織でした。